ねミスター。ねえ見えない。すごい。もうある。はい、ということで今日は今日は切ったの言ったんで、ルーティンを取りたいと思って、切ったのだったんで、今日はルーティンを取りたいと思います。今日はパパ不在のルーティンを行きます。はい、土曜日の夜ですね、今日は。はい、ナイトルーティン取っていきます。はい、はい、パパ不在です。はい、悲しいです。パパに棒を作ってあげようかな。ぜひ最後まで見てください。はい、はい、じゃあねー。じゃあねー。チンジャオロース、チンジャオロースとワンタンスープとご飯。いやだ。もういらない。お腹減ってないの？ごはんあんまり好きじゃない。そっか、じゃあお腹減ったら食べよう。やだ。今日は午前中からね、一日自主練をやってたんですけども、はい、その終わってから公園行って、帰ってきて剣立て、剣立てって言うんだっけ。そう、剣立てと、あとね、うん、カレーを100回。お、今終わったばっか。ねねね、100回やるものは、うん、あの20回5セットでやってる。20回連続でやって10秒休憩して20回連続でやってる、うん、その方がきつい。あー、寒くて鼻水がひどい。今日寒いよね。今日暑いよね。美味しいですか？はい。何食べてんですか？みかん。みかんゼリー。うん。フルーツが一番何好きなの？みかんゼリーと、最初つけたがね、の次の。バナナ1個だけだ。うん、じゃらりこゼリー。チャラリコゼリーってあんの？うん、すごっ。あ、ブドウゼリー。あ、ブドウゼリー、うん、ブドウ大好きだね、確かに。うん、よぼ。ね、うん、ね、これって、こういうのってどこに売ってんだろう。あの、日本じゃないところで。いいな。サンタさんにお願いすればいいじゃん。うん、こういうのサンタさんにお願いする。ネネは仮面ライダーのベルトをサンタさんにお願いする。ベルト？うん。何の仮面ライダー？ゲイツ。仮面ライダーのベルト？うん。買えばいいんじゃない？好きなんだ。うん。は、4年生で仮面ライダー好きな人いる？いっぱいいるよ。大人でもいるもん。うん。いろんなカフェがあるんだって。カービィもあるよ、確か。やだ、カービィはもう、カービィだ。ジョージよりカービィの方です。ジョージ！まずはジョージの話してたんだから、行くならジョージ。最初はね。カフェってご飯食べるとこだよ。知ってるよ。ジョージ好きだよね。ジョージ歴長くない？うん、長い。一番長いかも、キャラも。ジョージ歴88年だな。せーの、いただきます。あー、本当だ。ありがとう。ゴーはちょっと食べないそうなので、塗り絵をやっております。仮面ライダーのは？ゴーが急に転んだからびっくりしたよ。頭をつけた。マジ？危ないね。危ないよ。楽しかった。今日の練習きつかった？うん、特に午後太ももとふくらはぎがやばい。午前中は家で筋トレメインでやったのね。うん。で、外では走ったり。うん。草走り、アヒルで歩いたり、クマで歩いたり、ウサギで飛んだり。あのね、うちらね、超楽しかったから、やっちゃったんですよ。尻尾取った。尻尾取りなんですよ、これが。この人、本気出さないときと本気出すときが、もう、うるせえな。激しい。でも、事実だよね。激しいのでねえねえ、うるさい。尻尾取りにしました。ねえねえはそれでスイッチ入れてくれたからさ、うん、楽しそうに走ったじゃん、うん、ね、ちょっと離れたところに母ちゃんとこういたけど、ギャハハハハハハハって聞こえてたよねえ。じゃあ次は仮面ライダーの問題です。黄色があるのはなんだ？わかんない。でも、うん、え、でも黄色あるじゃん。うん、じゃあもう違う。ちょっとでもいいの？ん、牙黄色あるよ。あ、黄色あるって。牙。うん、でも違う。
超指定するやん。浮かばない。正解よ。正解はゲッツでした。は？え、だってここに消えるあんだよ。あるよ。あめっちゃ怒るじゃん。怖いです。本気だから。今日ケーキ朝から怖いんですよ。寝るのが怖い感じだわ。早っ。ごちそうさまでした。うーん、行かないで。早く食べちゃいね。早くお風呂入ろう。寒いもん。寝て。え、外なの？熱？わかんない。え、7度4。7度4。微熱じゃない？微妙。いや、でも普通に先できたから。反対は？え、反対。右で7度5、左7度4。右7度5？ちょっと待って、もう一回測る、もう一回。予想6度8。毎週熱出すじゃん。こいつ、ね、ついこの間も熱出て病院行ったんですよ。もう鼻くそほじってないから、あれ以来ほんとに注意されたからね。鼻ほじるなって、ね、マスクもしてない。あ、してる。マスクしてるね。してないって言ったら、えって思った。こうやって指チュパチュパしゃぶってない。爪噛んでない。7度3。ああ。お風呂上がりだからかもしれない。セーフ。とりあえずちょっとゆっくりして、もう一回測ってみて。あれ、寝ちゃってるわ。歯磨きしてない。ちょっと起こしてやんないとな。5。歯磨きしてないから先歯磨きしちゃおう。ごめん。うん、やだね。先やっちゃえばよかった。よいしょ。ね、ちょっと頑張ろう。ごめんよ。シャシャシャってやって終わるから。おならした今。今バーって音した。ね。聞こえた？聞こえなかった。今ゴンのおしっこブーって音。ブーってした。あ、終わったよ。頑張った。寒いの？寒い。ちょっと眠い。7度6。7度6。今どう？今ちょっと温まってきた。ちょっと寒い。うん、ちょっとだけ寒い。疲れかね。さあね。前も疲れだった。この間熱出た時もね、すぐ下がったもんね。1日で治ったよね、確かね。うん、1日7度7。7度7。微妙に上がってきてるじゃん。これはあれですね。何でしょう。熱ってやつですね。あ、そうなんですか。はい、初めて知りました。今あつ森の怖い話みたいな。うん、あつ森の怖い話は文庫みたいにめっちゃ怖いってわけじゃないから、熱の日でも見れる。ひどい。7度5。7度5。ギリギリ熱じゃない。7度5だから。ギリ熱ですね。うぅ、まあ、とりあえず今日はもう休んでなさい。はい、いいですか。オッケー。私は前パパに猫の声5個付きのペンを買ってもらいます。何作るの？なんか考えてないけど、今はなんかとりあえず作っておいてる。本当工作好きだよね。ねえ、この家族で工作一番好きなのキキじゃね？キキかな、ナンバーワン。保育園でね、年長さんになってから工作を結構自由にできるようになったんだよね。そう。そしたらドハマりしてね。もう一回結構自由に作らせてくれるじゃん。そう。あるもので何作ってもいいよっていう感じだからさ。そう。そこは楽しいよね、またね。うん。そのおかげでこんなに工作がね、大好きになったから。素晴らしい。疲れたでしょ。疲れた。休まなくていいの。うん。キキだけでは無敵なの。
午は寝ちゃったし、目もちょっと熱出ちゃったし。なんかできた？今もう出来上がる。これが包丁です。包丁？これは人参です。人参だからこれは、なるほどね。これは？これは、いちごクレープです。このちょっと茶色っぽいのがいちごで、これも茶色で、この白いのがホイップです。皆様、今日もお疲れ様でした。はい、明日は日曜日なのでゆっくり休みましょう。確かに。あさり。おやすみ。